皆さん、こんにちは。元欅坂46のセンターとして絶大な人気を誇り、その後は女優として活躍していた平手友梨奈さん。そんな平手さんが2022年の12月21に BTS やアリアナ・グランデ、ジャスティン・ビーバーなど人気アーティストが多数所属する大手芸能事務所ハイブに移籍したことが分かりました。これにより今後は世界を舞台に挑戦的なキャリアを望むアーティストのためのグローバル企業レーベルを目指す予定です。そんなビッグニュースの裏側で、平手さんがかつて映画をドタキャンしていたことが分かったのです。実は平手さん、とある新作映画に出演予定でしたが、突如参加しなくなり制作が中止。この映画にはあの佐藤健さんと W 主演の予定でしたが、制作頓挫によって幻になる可能性が浮上。これに佐藤健さんサイドも激怒しているとのこと。一体何があったのか。今回は平手さんのドタキャンの真相や佐藤健さんとの確執などご紹介していきます。新事務所も決まり、平手さんはこの度ハイブの新レーベルネーコに所属となりました。より良い作品を届けられるよう、いろんなクリエイターの皆様とディスカッションをしながら一つ一つ取り組んでいけたらと思っています。よろしくお願いしますとコメント。来年初旬にはオンラインプラットフォーム BEVERSE にも公式コミュニティがオープンする予定です。そんな新しい表現の準備の真っ只中で、実は過去に映画撮影をドタキャンしていたことが分かったのです。平手さんは中学2年生で欅坂46のオーディションに合格。2016年にグループ最年少の14歳でデビューを果たすと、8曲連続でセンターに立った絶対エースでした。2020年のグループ脱退後は女優としても活動。昨年出演したドラゴン桜ではバドミントンでの大学の推薦入学を怪我で諦め、東大合格を目指す生徒役。今夏のドラマ六本木クラスでは心に闇を抱えた天才少女を演じ、好評を博します。そんな平手さんの魅力に惚れ込んだのは映画監督の蜷川さん。蜷川さんは平手さんに映画主演を打診し OK をもらいます。作品は2001年に制作された映画ムーランルージュのリメイク版です。平手はトップダンサーで高級娼婦でもあるサティーンという役で、 W 主演となる相手役には佐藤健が選ばれました。配給は松竹に決まり、来年の公開予定で準備が進められます。そして9月に入りクランクインを迎えるのですが、なんと撮影の2日目から突然来なくなったようなのです。主演女優のドタキャンに現場は大混乱したといいます。その後もプロデューサーが今日は平手さんが来ますと事前に告げ、スタッフや役者がスタンバイして待つものの、実際には来ないという日が続きました。スタッフからも他の仕事もある中で時間を割いているのにわがまますぎやしないか、あの小娘に大人たちが振り回されるのはどうなのかと怒りの声が上がり、平手さんが現場に現れないまま10月に入り、制作サイドは撮影続行が不可能と判断。撮影は中断され、現時点で再開の目途は立っていないといいます。ただもともと周囲が不安視することがあったようで、芸能デスクは平手のメンタルの不安定さです。17年の紅白歌合戦では鬼気迫るパフォーマンスを披露した直後、過呼吸のような症状で倒れ込みました。曲の演出についても納得するまで追求するため、彼女の一存で欅坂の曲のリリースが遅れたことも、ライブやイベントをドタキャンすることもしばしばで、昨年出演したドラマ「ドラゴン桜」でも撮影に穴を開けることがあったと暴露。しかし蜷川さんは周囲の懸念を突っぱね制作を開始。蜷川さんは多少問題があったとしても突出した才能を持つ人に惚れ込んでしまうところがある。その最たる例が沢尻エリカでしょう。2007年に別に発言でバッシングを受け芸能活動を休止した沢尻さんに蜷川氏はラブコールを送り、2012年には映画ヘルタースケルターで主演に抜擢。同作は興行収入20億円を突破し沢尻さんの代表作となりました。蜷川さんは私は猛獣使いと周りに語っているほどで、
沢尻さんを復活させた成功体験がある。今回も自分なら平手をうまく扱えるという自信があったようです。さらに松竹も蜷川作品を複数手掛けたエース級のプロデューサーをつけるなど万全の体制を整えました。8月から衣装合わせが始まり、撮影スタジオには大掛かりな舞台セットやきらびやかな衣装が運び込まれていきます。そして9月、いよいよ撮影がスタート。しかし戦術した通り平手さんは来ませんでした。当然現場は混乱。さらに現場の不信感を募らせたことが、なぜ来ないのかの説明もなく、本人から謝罪の一言もなかった。ただ佐藤健だけは、来ないんだったらしょうがないっすねと笑って流していたようですが、とスタッフがコメントを残しています。そして10月に入り、制作サイドが撮影続行は不可能だと判断、撮影を中断することを決めたといいます。プロデューサーは、お金も時間も無駄になったと頭を抱え、蜷川さんもショックでかなり落ち込んでいました。また佐藤健さんサイドのスタッフも、この件には怒りをあらわにしているそうです。一体なぜ平手さんは現場に来なくなってしまったのか。前室の映画関係者は、平手はかなりの完璧主義者で、さらにプレッシャーを感じやすい性格、今作は彼女にとって初めてとなるミュージカル作品で、しかも高級娼婦という難しい役柄でもある。どう演じてよいのか自信がなくなり、追い込まれてしまったのではとコメント。現時点で撮影再開の目途は立っていないといいます。蜷川さん自身は、絶対この映画は完成させると意気込んでいるそうで、制作サイドもかなり費用をかけているので、公開までなんとかこぎつけたいという意向は強いようです。ですが、ことはそううまく運ぶのか。前室の映画関係者は、松竹や東宝など大手映画会社が映画1本にかける予算は1億2億円と言われていますが、この作品は原作のライセンス料もかかり、豪華な舞台セットも必要なため、制作費は数億円に上るとみられる。また売れっ子の佐藤健を含め、蜷川組の一流スタッフのスケジュールを再び抑え直すのは至難の業なので、撮影再開はかなり先になるでしょう。さらにスタッフには平手への不信感が残っているため、このままお蔵入りになる可能性もある。加えて重くのしかかるのが、今回の撮影延期に伴う損害金と追加費用です。普通に考えれば、ドタキャンした平手側の事務所が負担すべきですが、そもそも蜷川さんが平手ありきで立ち上げた企画ですし、平手の事務所は日向坂46や桜坂46のマネージメントも担うなど、業界内での力が強い。松竹側も相応の負担を強いられるのではないかと言われています。なお平手さんの事務所は、撮影ドタキャンについて担当者がいないと回答、蜷川さんの事務所もノーコメントと回答。松竹は、従来より作品の制作過程についてはお答えしておりませんと答えています。新しい事務所に所属した平手友梨奈さん、今後どうなっていくのでしょうか。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは。